どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ始めていきましょうということで、天平文化の彫刻というのをやっていきましょう。東大寺法華堂の福建尺観音像、はい、福建尺観音像ということになるわけなんですけど、はい、こちらです。はい、まずこう中央にこう要するになんかスーパーサイヤ人みたいになっている、お釈迦様がいらっしゃって、こう手がこう3つ手がこう3つですね。こう、こう、こう、こんな感じ。はい。というふうな感じで、まあ、要するになっているのが、この福建尺観音像。まあ、隣2つに、こう、要するに、もう2つ、こう、要するに、お地蔵さんじゃねえわ。ほんと宗教苦手だな。はい、仏教のこうね、感じのがあるということですね。だから、こう、これが福建尺観音像ということになります。よろしいでしょうか。全力でこれですね。仏教関係者の皆さん、ごめんなさい。はい、それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。